1レースは、やはり皆さんが中心に推しておりました尾崎選手が、見事1着対抗大久保選手で1号で、3着が小林選手ということで、的中がですね、私とカネリンなんですが、やったりやったりんじゃないよ、当たってマイナスだよ。そうだった、厳しいな。でもまあね、当てることが重要だもんね。ね、他の3人外れてんだもんね。塩津記者はもう持ち金の半分以上使ってますけど、リカバリーは大丈夫なんですか？これはね、2レースで、まあ、しなきゃいけない、すでに瀬戸際の状態ですからね、なんとかいたします。もう瀬戸際来てる。もう瀬戸際って言葉使っちゃって、もうこんなもんですよって、競輪記者はこんなもんですね。ちょっと頑張るよ。頑張ってください。はい、それではね、2レース、はい、塩塚さん、2レースはどうでしょう？ここはね、石井博子選手の力が抜け出てますから、やっぱここを軸にして他の選手の展開を呼んでいくというところで、石井選手逃げないですからね、他の先行選手逃がして、自分の届くまくるということで、まあ、勝ちパターンですよね。じゃあ、はい、それでは皆さんの解明をちょっと見てみたいと思います。はい、じゃあ私立川吉光は東京両者スピードバンクで逃げ切りまであるんじゃないかな。3番6番6番3番、そして3連単がインコースの2車絡めます。3着狙いですね、飯塚選手と三宅選手の、3着付けで、6三だけ1000円、他は500円というところを狙ってみたいと思います。はい、塩津記者。僕はですね、まあ、6番のやっぱり石井選手軸ですよね。で、6番3番の梅川の逃げを捉えるという石井の車検、6番3番からですが、まあ、2着3着探しですよね、まあ、1番と3番の三宅と飯塚と三宅か、この2人を3着、にはめて、まあ、6、3、1を軸本線ですね。押さえは梅川が逃げて3着に沈んだ場合の6、1、3、6、2、3と、この辺を流して6000円ですね。はい、わかりました。じゃあ秋彦さん、いかがでしょう？はい、やっぱり石井はやっぱり予選はもう完璧に強いということで、石井から、これはもう6番3番つかないんですけど、梅川もやっぱりこう卒業チャンピオンとしてね、はい、本当に積極的に攻めてますんで、あとは3着、まあ、1番2番だとつかないんですけど、7番だと、まあ、若干つくかなと、はい、7番の加藤もですね、卒業記念レース決勝乗ってますんで、うん、まあ、そろそろ頑張ってくれるのかなと、はい、あとは、6番の1位に、3番の、梅川、その間にですね、1番、2番、4番、7番を、挟み下げ、はい、はい、なるほど、梅川選手、これだと若干つきます。はい、私はもう当てに行きます。はい、お、力強い言葉。はい、二車単で、うん、まあ、6に石井選手から三宅選手、はい、して3番梅川選手から三宅選手。はい、でも3番2番来たらね、これちょっと面白い車検になると思います。はい、カネリンどうでしょう？カネリンはやっぱり石井選手をマジックに置いて、梅川選手やっぱ気になるところで、6、3の2車単に2000円、はい、そして石井選手と三宅選手6、2に500、はい、そして6、1飯塚選手で500台な。はい、わかりました。じゃあ石井選手中心ということですね。間違いないね、ここは。はい、5番の飯田義則に最後方7番の加藤恵美、ここは積極的に動いていきたいという加藤が今現在は1番後ろという体勢です。残り800を切りました赤番周回の1コーナー。さあ7番の加藤が、はい、7番の加藤選手が車を上げて、それの動きに乗って飯田選手も上昇というところですね。で、梅川選手が出させるのか出させないのか。6番の石井博子に蓋をするような感じで7番の加藤恵美です。2番手は3番の梅川で谷が入りました。ここ叩き合いになると石井選手ますます有利という感じですよね。果敢に7番の加藤も踏み込んでいく。加藤と梅川の主導権争いになりました。さあここは梅川が突っ張っていく。その後ろ2番手はしっかりと7番が下げて、結局梅川選手の番手を石井選手が取り切るような形になりました。3番手が飯塚選手、他の車は厳しいですかね、ここまでスピードが上がっちゃうと。これ秋彦さん、これはもう絶好の展開。そうですね、1番まで連れていけば僕の試験は当たります。6番3番1番というような感じですが、
どうですか、秋彦さん、このゴール戦の通過は、はい、そうですね、飯塚がなんか若干差してるような気しますけど、はい、自分の車検的にそれがいいかなっていう感じでものを喋ってる複雑な心境はい、はい、勢い的には3が残ってるかなという、そうですね、どうですか、塩田さん、ここから早いですからね、日本有数の、あ、631でした、あ、もう出ました、はい、6番3番1番ということで、皆さんの車検的にはどうですか、3部63はほとんどの方が書いてるって感じですかね、はい、63大丈夫、皆さん、はるかさん書いてない、書いてなかった、そうです、そうか、6、2、6、別々で6と3は、そうだ、ちょっと欲張っちゃった欲張っちゃった、はい、欲張っカネリンは当たったでしょ、カネリン当たったりカネリン当たったですよ、武田さんすごいな、でも塩月記者もリカバリー、おー、リカバリーできてる、リカ631第一本命じゃないですか、帰ってきたけどね、ちょっとまあ、経典に戻ったぐらいですかね、もうちょっと欲を書かないといけないですね、これは、あれ、パソコンがちょっと振り壊れました、ちょっと不吉な予感し、僕の車検と一緒に、あれ、うん、まあなんか塩津、塩津記者のパソコンが今、ぼっ壊れました、あ、復活しました、あ、復活しました。じゃあ私も当たりましたが 3.4 倍と 1. 何倍ではこれ下手したら鳥紙ですかね、これね、では2レースも人気サイド石井選手、そして梅川選手が逃げての2着ということで、3着には飯塚選手が入ってきまして、6番3番1番ということでございました。